06世界のメルヘン、童話、またはおとぎ話。こんにちは、リラックスストーリーズテレビです。今回は世界のメルヘン、童話、またはおとぎ話シリーズです。日本では馴染みがない物語も含まれていますので、お楽しみください。日本の昔話とドイツのメルヘンの共通点と相違点。日本の昔話とドイツのメルヘンには、いくつかの共通点があります。例えば、以下のような点が挙げられます。両方とも、超自然的な力や魔法、動物や妖精などが登場する空想的な物語です。善悪が明確に分かれており、最後には善が報われ悪が罰せられる完全懲悪の構造を持っています。交渉の文芸として古くから伝えられてきたものであり、多くのバリエーションが存在しています。子供だけでなく大人も楽しめる内容であり、教育的な要素や社会的な批判も含まれています。ただし、日本の昔話とドイツのメルヘンには違いもあります。例えば、以下のような点が挙げられます。日本の昔話は、日本の自然や風俗、歴史や神話などに基づいて作られたものが多く、日本独自の文化や価値観が反映されています。一方、ドイツのメルヘンは、古典古代の民族叙事詩やギリシャ神話、十字軍の従軍体験譚など、ヨーロッパの様々な文化や伝統が混ざり合って作られたものが多く、国際的な要素が多く含まれています。日本の昔話は、主に農村や山村の生活を舞台としており、人間と自然との関係や、人間同士の情や義を重視しています。一方、ドイツのメルヘンは、主に城や宮殿などの豪華な舞台を用いており、王子や姫などの貴族や、魔女や巨人などの非人間的な存在が多く登場しています。日本の昔話は、比較的簡潔で抑制的な文体で書かれており、登場人物の感情や心理はあまり描かれません。一方、ドイツのメルヘンは、比較的詳細で感情的な文体で書かれており、登場人物の感情や心理が豊かに描かれます。チャンネル登録、高評価、いいねボタン、よろしくお願いします。兄と妹。兄は妹の手を取り、お母さんが亡くなってから僕たちは全然幸せじゃないね。義理のお母さんは毎日僕たちをぶって、近くへ寄ると足で蹴ったり。ご飯は残り物のパンくずだし。テーブルの下にいる犬の方がマシな暮らしをしてるよ。だって、あの人は選んだご馳走をよく投げてやってるもの。ああ、お母さんが生きててくれればな。さあ、僕たちは広い世の中に出て行こう、と言いました。二人は草地や野原や岩地を越えて丸一日歩きました。そして雨が降ると妹は、天と私たちの心が一緒に泣いてる、と言いました。夜になって大きな森に着きました。悲しみと空腹と長歩きのためとても疲れていたので木のほらに横になり、眠りました。次の日、太陽はすでに空高く昇っていて、木の中を熱く照らしていました。それで兄は、妹よ、僕は喉が渇いた。小さな小川のことを知ってれば、行って水を飲むのだけど。水の流れる音が聞こえるような気がする、と言いました。兄は立ち上がって妹の手を取りました。それから二人で小川を探しに出発しました。しかし意地が悪い警部は魔女でした。そして二人の子供たちが出て行く様子を見ていて、密かに魔女が忍び寄るやり方で後をつけていて、森の小川に全部魔法をかけていたのでした。さて、石に明るく跳ねている小川を見つけたとき、兄はそこから水を飲もうとしました。しかし妹は水が流れながら、ここから水を飲む者は虎になる。ここから水を飲む者は虎になる、と言ってるのを聞きました。それで妹は、お願い、兄さん、飲まないで。さもないと、あなたは野獣になり、私をズタズタに引き裂いてしまうわ、と叫びました。兄は、とても喉が渇いていましたが、飲まないで、次の泉まで待つよ、と言いました。次の小川に来た時、妹はこれもまた、ここから水を飲む者は狼になる。
ここから水を飲む者は狼になるというのが聞こえました。それで妹はお願い、兄さん、飲まないで。さもないとあなたは狼になり、私をガツガツ食べてしまうわ、と叫びました。兄は飲みませんでした。そして次の泉に着くまで待つよ。だけどその時は、お前がどうだろうと必ず飲むからな。だって喉が渇いてたまらないんだからね、と言いました。それから三番目の小川に着いた時、妹は水が流れながら、ここから水を飲む者はのろじかになる。ここから水を飲む者はのろじかになる、と言ってるのを聞きました。妹は、お願い、兄さん、飲まないで。さもないと、あなたはのろじかになり、私から逃げて行ってしまうわ、と言いました。しかし、兄はすぐ小川のそばにひざまずいて、かがみ込み、水をいくらか飲んでしまっていました。そして最初の雫が唇に触れるやいなや若いのろじかになっていました。それで今や、妹は哀れな兄が魔法にかけられたと泣き、小さなのろじかも泣いて悲しそうに妹の近くに座っていました。しかし、とうとう妹は静かにして、のろじかさん、私は絶対、絶対、あなたから離れないわ、と言いました。そうして、自分の金のガーターをほどくとのろじかの首にかけ、いぐさを積み折って柔らかい紐にしました。そして、これを小さな動物につないで引きました。そうして妹はだんだん森の奥深くへ歩いていきました。かなり長く進んだ時、とうとう小さな家に着き、妹は中を覗き込みました。空き家だからここに泊まって生活できるわ、と妹は考えました。それから妹はのろじかのベッドを作るために葉っぱや苔を探しました。それから毎朝、自分のために根やベリーや木の実を集め、のろじかのために柔らかい草を運びました。鹿は彼女の手から取って食べ、満足し、彼女の周りで遊びました。夜には、妹は疲れて、お祈りが終わった後、頭をのろじかの背に乗せました。それが枕になり、そうすると安らかに眠れたのです。兄が人間の形になりさえすれば、それは楽しい生活だったでしょう。こんな風に、しばらくの間は荒野に二人だけでにいました。しかし、たまたまその国の王様が森で大掛かりな狩りを催しました。それで、角笛の鳴る音、犬の吠える声、狩人の賑やかな叫び声が木々にこだましました。そしてそののろじかは全部聞いていて、とても気になってそこにいられませんでした。ねえ、狩りに行かせて。もう我慢できないよ、と妹に言いました。兄があまり頼むので妹はとうとう承知しました。だけど、夜には私のところに帰ってきてよ。荒っぽい狩人が怖いからドアを閉めなくちゃ。だからノックしてあなただとわかるように。妹よ、入れてくれ、と言ってね。もしそう言わなければドアを開けないからね、と妹は言いました。それから若い鹿は飛び跳ねて出て行きました。外に出てとても嬉しくて楽しくなりました。王様と狩人はこの愛らしい動物を追いかけ始めました。しかし捕まえられません。確かに捕まえたと思う間に、やぶに跳ねて消えてしまうのでした。暗くなると、家に走って帰り、ノックして、妹よ、入れてくれ、と言いました。するとドアが開けられ、鹿は飛んで中に入り、柔らかいベッドで夜通し休みました。次の日、再び狩りが始まりました。もう一度角笛の音や狩人のホーホーという声を聞くと、野良鹿は矢も盾もたまらず。妹よ、出してくれ。行かなくちゃ、と言いました。妹はドアを開けてやり、だけど、夜には帰ってきて、合言葉を言うのよ、と言いました。王様と狩人は金の首輪をしている若いのろじかに再会すると、みんな追いかけましたが、鹿は素早く、敏捷で捕まりませんでした。こうして一日中続きましたが、夜までには狩人は鹿を囲んでいました。そして一人が足を少し傷つけたので、鹿は足を引きずり、走るのがのろくなりました。それで狩人は家までそっと後をつけて、妹よ、入れてくれというのを聞き、ドアが開けられ、
またすぐに閉じられるのを見ていました。その狩人はそのすべてに注目し、王様のところに行くと、自分が見たり聞いたりしたことを話しました。すると王様は、明日、もう一度狩りをしようと言いました。しかし、妹は鹿が怪我をしているのを見て、とても驚きました。鹿の血を洗い落とし、傷口にハーブを塗って、治るように寝なさい、鹿さんと言いました。しかし、傷はとても浅かったので、次の朝、鹿はもう痛くありませんでした。そして再び外のスポーツを聞くと、我慢できないよ。そこに行かなくっちゃ。そう簡単に捕まらないよ、と言いました。妹は叫んで、今度はあなたを殺すわよ。そして私はここの森で一人ぼっちで世界みんなに見捨てられてるのよ。あなたを出さないわ、と言いました。じゃあ、お前は僕を悲しみで死なすんだ。角笛の音を聞くと、まるで心臓が飛び跳ねるようにドキドキするんだ、と鹿は答えました。それで妹は他にどうしようもなく、しぶしぶドアを開けてやりました。そして鹿は元気いっぱいで喜んで森の中へ向かっていきました。鹿を見ると王様は狩人たちに、さあ、夜の帳が降りるまで一日中追いかけろ。だが、注意して誰も鹿に怪我をさせないように、と言いました。太陽が沈んでしまうとすぐ、王様は狩人に、さあ、その森の家へ連れて行ってみせてくれ、と言いました。チャンネル登録、高評価、いいねボタン、よろしくお願いします。そして入り口に着くと、妹よ、入れてくれ、と叫びました。するとドアが開いたので、王様は中に入りました。すると今までに見たこともないような愛らしい娘が立っていました。その娘は、鹿ではなく、金の王冠をかぶっている男を見たときぎょっとしました。しかし、王様は優しく見つめ、手を差し出して、私の宮殿に来て妻になってもらえないか、と言いました。いいですとも、と娘は答えました。でも小鹿が一緒でなくちゃいけません。小鹿を置いていけないの。お前が生きてる限り、一緒にいさせるし、何不足させないよ、と王様は言いました。ちょうどその時鹿が走って入ってきました。それで、妹はまたイグサの紐でつなぎ、紐を手に持って王様と一緒に家を後にしました。王様はその美しい娘を馬に乗せ、宮殿に連れて行きました。そこで結婚式が華麗に行われました。娘は今やお妃様で、二人は長い間幸せに暮らし、ノロジカは大ごとに世話をされ、宮廷の庭を走り回っていました。しかし、意地悪な警部は、そのため子供たちは世界へ出て行ったのですが、妹は森の野獣に引き裂かれ、兄はノロジカになって狩人に撃ち殺されたとばかり思っていました。今二人がとても幸せで裕福なことを聞くと、羨ましさと闇とで心が休まりませんでした。そして、二人をもう一度不幸にする方法ばかり考えていました。自分の娘は、夜のように醜く片目したしかなかったのですが、母親を責め、お妃って、私がなるはずだったのよ、と言いました。おだまりと母親は答え、それから、時が来れば、準備ができるわよ、と言って慰めました。時は過ぎ、お妃様は可愛い男の子を産みました。王様はたまたま狩りに出かけていました。そこで魔女は女官の姿をし、お妃様が寝ている部屋へ入っていき、さあ、入浴の準備ができました。お体に良いし、元気になれるでしょう。冷めないうちにお急ぎください、と言いました。魔女の娘も近くにいました。二人は弱っているお妃様を浴室に運び、風呂に入れました。それからドアを閉め逃げました。しかし浴室では地獄のような熱の火を焚いていたので、若く美しいお妃様は間もなく窒息してしまいました。ことが終わると、魔女は自分の娘を連れて行き、頭にナイトキャップをかぶせ、お妃様の代わりに寝かせました。また、娘をお妃様の姿形に変えました。ただ失くなっている片目だけはうまくいきませんでした。しかし、
王様に見えないように目がない方を下にして寝ることにしました。夜になって王様は家に帰り、息子が生まれたと聞くと、心から喜びました。そして愛する妻の様子を見ようとその部屋に行こうとしました。しかし、魔女は素早く呼び止め、お妃様のためにカーテンを閉めたままにしておいてください。まだ光を見てはダメですから。お休みしなくてはいけません、と言いました。王様は立ち去り、偽の妃がベッドに寝ていると気づきませんでした。しかし、みんなが眠った真夜中になると、乳母はゆりかごの近くの子供部屋にいてただ一人目覚めていたのですが、ドアが開いて本当のお妃様が入ってくるのを見ました。お妃様は子供をゆりかごから抱き上げ、腕に抱いて乳を飲ませました。それから枕を直し、子供をまた寝かせ、それに小さなキルトをかぶせました。また鹿を忘れないで、それが寝ている場所へ入っていき、背を撫でました。それからお妃様はドアからひっそりとまた出て行きました。次の朝、乳母は衛兵に夜の間誰か宮殿に入ったか尋ねました。しかし、彼らは、いいや、誰も見ていないよ、と答えました。こんな風にお妃様は何日も夜に来て、一言も発しませんでした。乳母はいつもお妃様を見ましたがあえて誰にもそのことを言いませんでした。こんな風にしばらく過ぎた時、お妃様は夜に話し始め、私の子供はどう？私の鹿はどう？あと2回来てその後はもう来ないわ、と言いました。乳母は答えませんでしたが、お妃様がまた行ってしまうと王様のところへ行き、全部話しました。何、どういうことだ？明日の夜は、私が子供のそばで見張りをしよう、と言いました。夜になると王様は子供部屋に行きました。そして真夜中にまたしてもお妃様は現れ、私の子はどう？私の鹿はどう？あと一回来て、もうそれからは来ないわ、と言いました。そして消える前にいつものように子供に乳を与えました。王様はあえて話しかけませんでしたが、次の夜再び見張りをしました。すると彼女は、私の子はどう？私の鹿はどう？今回きりでもう来ないわ、と言いました。すると王様は我慢できなくなり、お妃様の肩に飛んで行き、お前は私の愛する妻に違いなかろう、と言いました。するとお妃様は、はい、私はあなたの妻です、と答えました。同時に再び生命を受け、神の恩寵で、生き生きとして美しい色で元気いっぱいになりました。それからお妃様は、意地の悪い魔女とその娘が自分にした悪い行いを王様に話しました。王様はその二人を裁判にかけることを命じました。そして判決は有罪になりました。娘は森に連れて行かれ野獣に引き裂かれましたが、魔女は火に投げ入れられ、惨めに焼け死にました。魔女が燃えて灰になるとすぐ、ノロジカは姿を変え、再び人間の形になりました。そして兄弟は生涯一緒に幸せに暮らしました。最後までリラックスストーリーズテレビをご覧いただき、ありがとうございました。次回作も現在制作中です。最後まで見てくれて、まったり、ゆっくり、時々恐怖していただけるよう頑張っております。次回作の動画も見てくださいね。チャンネル登録と、いいねボタンを押していただけると、私たちの励みになります。今後も皆様に心地よい時間を過ごしていただけますよう、精進して参りますので、引き続き応援よろしくお願いいたします。